鳥、原光則は、日本の実業家で、元サッカー選手、指導者、東京ガス株式会社代表取締役元社長。東京都出身。1967年に、東京大学経済学部を卒業し、東京ガス株式会社に入社。1992年総合企画部経営企画グループマネージャー。1993年。 神奈川事業本部計画部長、1996年原料部長、1998年取締役原料部長。これまで商社任せだった液化天然ガス調達に道筋をつけるべく、東京電力とともにオーストラリア北部のガス電開発に出資。さらに自社 LNG 線を導入して輸送事業に参入。東京電力との協調体制を築いた。 2000年常務取締役2002年取締役常務執行役員企画本部長会社の中期経営計画をまとめ上げる強い求心力を発揮した2003年代表取締役副社長執行役員企画本部長コーポレートコミュニケーション本部長を歴任2006年4月代表取締役社長執行役員に昇格 社長就任の挨拶では、東京電力とは公的主の関係を維持しつつ、協調を強化すると述べ、電力会社によるオール電化住宅の普及構成に対しては、地域密着型営業体制の再構築を図り、東京ガスライフバルの編成を進めることで対抗した。また、茨城県日立市における液化天然ガスの新基地建設に道筋をつけるなど、 温室効果ガスの削減対策にも取り組んだ。2010年4月から2014年までは、取締役会長。後に相談役。幼少期は、川上哲次に憧れて野球に明け暮れたが、小石川高校を機に、サッカーの面白さに取りつかれた。ポジションはミッドフィールダー。豊富なスタミナと運動量でチームを助け、得意のロングシュートで、ゴールに絡むプレースタイルだった。 東京大学アシキ集球部の創設90年記念誌では、日産自動車サッカー部の足立次郎、住友金属工業集球団の石田金次郎と、共に J リーグクラブの基礎を作った OB として特集されている。サッカーが縁で東京ガスに入社したとのことで、入社後も同社サッカー部に所属。30歳までプレーを続け、1980年からは監督を務めた。 1993年からは、サッカー部部長につき、大熊清を中央大学から呼び戻すなど、体制づくりに力を注いだ。さらに、J リーグ二部制導入が決まる頃には、上司であり、旧 JFL 評議員だった、上原英二と共に、J リーグ参入のための準備に奔走。東京フットボールクラブ株式会社を設立し、企業人として培った人脈を活かして、同社を、 複数の会社による出資とする形態へと結びつけた。鳥原が地域密着性の高いエネルギー関係企業を中核にしたいと考えて協力を取り付けた東京電力及び新日本石油、さらに東京ガスを加えた3社は長年にわたり FC 東京のユニフォームロゴスポンサーとして名を連ねていた。その後も幾度となく FC 東京のホームスタジアムである。 味の素スタジアムへ、サッカー観戦に訪れている。他スポーツに対する理解もあり、2009年、東京ガス公式野球部が8年ぶりに、都市対抗野球大会出場を決めた際には、涙が出るほど嬉しかったと語っている。2011年6月、スポーツに熱心な企業経営者として、日本障害者スポーツ協会会長兼日本、パラリンピック委員会委員長に就任。 2020年東京パラリンピックに向けた啓発に取り組んでいる。ありがとうございます。